気持ちいい。あはい、こんにちは、マリモです。そして MJ です。ということで、今回パート25やっていきたいと思います。今回はね、前回 MJ のね話いわく、ここが中腹なんですかね。まあ、なんというか、山はまだ登れてない、登りきれてないという感じですかね、行ったらっていうことな、そうなので、まだ守谷神社めがけてひたすら登っていきたいと思います。早速行きましょうかね。で、大体なんかこう進みたい方向にもうすでにハイライトしたので、はい、その座標を一応シェアしようか。あ、じゃあお願いします。下危険すぎ、ちょっと待って、まあ、最悪死んでもさ戻れるけど、ちょっと待って待って、危険すぎないぐらいなんでも、おやばいよ。早速死んじゃうよ、いきなりこんなとこ。ちょっと待って、え、重くてなんか急に、あ、ちょっと待って、めっちゃ重い、パソコンがおかしくなった今。なんだ、なんかピコーンピコーンっていうあの音が鳴っちゃった。やば、お前のパソコン負荷に耐えきれないのか。ちょっと待ってね。パソコンが今確実に負荷ってたね。その辺きれいにしといて。じゃあとりあえずまずは配送に向かうってこと。え、配送通り抜ける。はあ、ここは見どころはない。はい、ん、どこ今イメージ。え、もう、え、もう結構進んだ俺今、配送の真ん中にいるんだけど。かなり進みましたよ。え、どこ。いや、ウェイポイントめがけて行ってんだけど、道みたいなのがないんだよ。川にいるんだけど俺。ありますよ普通。どこ、なんかあれですからね、ハイライトです。この道を進んでいくとちょうどなのかなという感じ。全然配送の真ん中なんですけど、配送ってか配送の端から、ここは。あ、あったあった、これか。オッケーオッケー。ちょっと道しるべに松明を置いといてくれると嬉しいんだけど。え、そんなにたくさん持ってないんだけど。あ、そう。え、ちょっと待って、ここ、え、違くない？え、私は迷いました。あ、何言ってんの。配送にいるんだけど。一番最初のやつ選ぶんであれば問題ないと思う。え、行き止まりだった。ちゃんと通路のど真ん中に置いてあるんだけど、道路のさ、道のなんかこう真ん中にハイライト。あった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 、これか、これか、これか。どんどん道を進んでってください。それはもうこれ逆走。うわ、なんだこれ、壊れてる。ちょっと待って、もういい、他登る。壊れた鳥居があるぞ、ここに。壊れた鳥居、壊れた鳥居、壊れた神社か、これ。錆びれた神社みたいなのがあるぞ。へぇ、でも中身は割と普通だな。いや、全然綺麗だと思うんだけど。へぇ、ここどこ。広いな、ここ。この階段か。待って、なんか広くない？あった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 、これか。心ぴょんぴょんの時間でふりしてもちょっと近づいちゃう。この廃神社なんだ。廃神社？廃神？え、それが守谷神社じゃないの？廃神社なの？明らかになんか鳥居がぶっ壊れている。ここがむしろ前映画ではなくて。へー、こっちか。分かれ道が2つあったけど、守谷神社だったら絶対あのあれ、ハチマキみたいなのついてる。あの、なんていうのあれ、なんか入り口にあの木で巻いたやつ、木じゃねえや、藁で巻いたようなやつがついてると俺は思うんだよ。ではここはやはり守谷神社ではないけど、なんか綺麗なんだよ。でもいくらなんでも神社だけちゃうっていう、僕は疑問よ。神社なんだよね。でも神社だし、わざわざ配送までご丁寧につけてセットにしておいてさ、しかもこのやっぱり中身が綺麗なのよ、ここ。え、中身がさ、やたら綺麗なんです。じゃあこれが守谷神社。守谷神社ではないのかな、どうなんだろう。このゲーム東京、基本的になんか廃墟設定みたいな感じあるからね、なんか全体で。でもなんかでかい建物はさ、割と綺麗に残ってるじゃん。そういう方式だったじゃん、今まで。だから一応なんか、どこで以上、なんかの建物、なんだろう、これ。この部屋？何これ、子供部屋みたいなのあるよ、これ。どこだよ。そう言われても。寝室とさ、なんだこれ、キッズプレイルーム的な具合の雰囲気の場所があるんだ。キッズプレイルーム。ほんとだ。ほんとだ。そんな感じじゃない、わりかし。確かに子供が遊んでる部屋みたいな感じ。あ、2階もあるよ、ここ。かけてみよう、レコード。ここか。いや、果たしてここは何なんだろう。あ、レコード止めた方がいいかな。ほらかますって。レコーダーがあった。何これ。あ、雲、なんか黒い透明な壁が接近してる。しかしここなんだ、本当に廃神社みたいなのはあるの、幻想郷に。さあ、神社は2つしかないって設定ですけど。3つ目あります。見えない。え、何この雲のエフェクトオフにしてるの。何が。俺雲だらけ。雲ってあっちの虫じゃなくて浮いてる方の雲。ああ、なるほど。その雲をオンにしてるよ、俺。雲が出る高さなんだ。そうなんだ。ほんと日本語って難しいわ。
スパイダーだと思ったよ。待って、でもここ、ここなんかでも池があるよ。え、これ神社だけどさ、でも結構普通に神社なんですよ。へぇ。でも、守谷神社じゃないんだ。なんか山の中腹。この世界では守谷神社滅んだことになってるとかじゃないよね。いや、違うでしょ。まだ山の中腹なんじゃない？もしここが本当に守谷神社だとしたら、それは、多分、大釜の池かな、近くにあるのは。ちっちゃいこれ？そうそう。この神社の裏手にある。そうそう。神社の裏に池があるんだよ、守谷神社は確か。なんて言ってた？これ、外にはなんかこう、鳥居まではさ、ボロボロっとじゃない。中にこれ綺麗なのよ。ノアイの建築の仕方から言って、廃墟として作るんだったら、中身ちゃんとボロボロにするのよ。確かに、の感じからして。でも、ここはボロボロじゃないのよ。だから、なんかの建物ないことはまず間違いないのよ。人が住んでいる場所ってよく言いたいことはまず間違いない。廃墟じゃない。問題なの何なのかっていう話なの。そうだね。神社は2つしかないって言われてるから、神社というよりかは鳥居が壊れているから神社ではないっていう発想もできる。ああ、壊れた神社に誰かが住んでたという話じゃない、言ったら。はあ、神社だけ、神社の本体だけ管理して、はあ、鳥居は結局おろそかにしてたわけじゃない。絶対鳥居綺麗だよ、守谷神社は。俺の予想、ここはもう鳥居とかは綺麗じゃないけど神社だけ誰かが住んでたからそこだけ綺麗になってるのよ。墓がある、誰か住んでたんだよ、つまり廃神社に。そうなのかな、廃神社に住んでた人たちがいたんだよ、つまり。偽守谷神社説。でもさ、どうする、本当にこれがさ守谷神社だったらある意味ショック。それは衝撃。守谷神社滅んでる、君の大好きな守谷神社滅んでるってさ俺大好きだったからこれが守谷神社の廃墟だったら悲しいな。それはそうならないようにむしろ考えた方がいいんじゃないですか。もうちょっと探してみましょうか。まずは池に行きましょうか、普段の。そうだね、何かあるかもしれない。てか待ってよ、守谷神社だったらしたら御柱があるんじゃね、普通に考えたら。御柱探しちゃいますか。探したら君のこの大好きな守谷神社は廃神社でしたという話になるんだけど。廃神社、御柱らしきものがないんだよ。高くそびえ立つ木の棒、絶対御柱はあると思う。御柱、御柱。じゃあここはなんか行こうからんけど、まあ廃墟なのかな、言ったらやたら綺麗な廃墟ということ。いや、なんで夜なのに行こうとしてんの。いや別にちょっとした池なんでどうせなんもないだろうなと俺は僕は思っている。危ないよ、邪魔くせえ、邪魔くせえ、イラついてきた。ちょっとでもそこ綺麗だし住んじゃおっか、あいつのこと。そこに拠点第8、なんかバチバチ言ってる。これ多分温泉表現したいんでしょうね。なんか凍っちゃってんだけど温泉が凍っちまってるよこれマジで源泉かけ流しの湯的な雰囲気。うわ、ほら、ほんとだ、煙が出ててさ、多分湯気を立ってるように見せたかったんだと思うよ。はぁ、気持ちいい。いや、どう見ても凍ってるからすげえ冷たいだろうけど、ね、あーっつって冷たいって完全に凍りついてますね。まあ、多分山高いからですね。うわ、これは綺麗、これは写真映えするよ。クリーバー、邪魔くせえな、それ。せっかく今写真映えする映像を撮ってんのによ。あー、これはいいね。あー、これはいい。あ、そっち側にいますか、太陽がいるの。いないじゃん、太陽撮ってるわけじゃないの。あ、もうダメだ、星空が見えなくなっちゃった。あ、星の空見ちゃうね。そうそう、星空、だって温泉って夜入るじゃん、イメージ的に。うん、だからそっちの方がいいかなーと思ったんだけど、でもこれは温泉なだけであって湖ではない。湖ではないだろうけど。あ、湖違う、池ではないよこれは多分。壁ですね、これは池ではないですね。まあでも西の端ですね、一応ね。ここら辺はもう壁です。ここら辺は奈落が続いてるので。へえ、まだ、じゃあ結構飛ばされた。じゃあさ、え、まだ先はあるんじゃないの、うん、なんか分かれ道あったもん。まあこの下の方がまだあるかなという感じ。じゃあそっち行ってみよっか。まあ行ったらここもほら鳥居だから、はあはあ、この鳥居の先にもしかしたら守谷神社がある可能性がある。じゃあ行ってみましょうか。でもこのやたら綺麗ななんかこう廃神社は覚えておいた方がいいかもね。うん、なんかの建物の可能性がある、誰かがいた可能性がある、なんかのキャラクターの建物という。雲が見える、白い雲が。雲消しときな、それやり方がわからないです。お前、雲ぐらい消してくれ。場所が見当たらない。 MJ 危ない。最悪ここ死んだらすぐ戻ってこれるか。危ない危ない。あ、パン少しください。そういえばさっき言ってた。あざす。そうね、進むんだったらまあこの鳥居の先に行きたいんだから鳥居の先にハイライトしとくか。はい、じゃあ行きましょう。はい、道なりに行くのは非常に危険なので道なりに行かないことをお勧めする。オッケー。ショートカットにもなるしな。うわー、スケルトンだらけ。山のちょっと小高い山の上の廃神社ということで、まあ一応妖怪の山である可能性が高いんだけども、ここは。そうだね、妖怪の山という認識でいいんだよね確実にそうでしょこんなに険しい山登ってきて妖怪の山じゃなかったらなんだよ。あれ、天狗とかもいるんじゃないの。そうそう、天狗とかさ、カッパもいるから。関連説は見当たらないんですけど。そうそう、そもそも見当たってないんだよ。
カッパの研究所って大体あるのよ。カッパもいるんだよね、ここにはね。そうそう、カッパの研究所が見当たらない。いろいろとさ、あるような場所であるはずなのにさ、それが全くないっていうことはな。あれ ?MJ どこ?どんどん降りていってる。え、俺山下ってったんだけど。実はそもそも妖怪の山ではなかった説というのも感じている。こんなに登ってきて?うん。マジかよ。MJ、どこですか?お前から迷い画の話を聞かせてもらったけども、うん、まあだからあの廃神社が迷い画ではないかという説もあるよねっていう。ああ。神社ではないからさ、結局鳥居もぶっ壊れているし、まあ、住んでいる人にとっては単純に居住スペースでしかないから迷いがとしてもいいのかなという感じ。 あ、ちょっとシェアしてよ。あ、そう、シェアしなかった。だから俺迷ってんだわ。確かに今どこ自分がどこにいるかわからなくなっちゃった。あ、そっちね。そりゃ迷いますわ、だって道なりに行ってないんだもん。え、なんか下にだいぶ膨らんでるね。まさかこんないびつな形になるとは。急にいびつですね。黒い道っぽいところには出てきたけど、本当にここはなんだ。雪世界、銀世界に続こうとしている一面の。あったあったあった。雪ブロックが置いてある。鳥あった鳥あった鳥あった。雪ブロックは故意的に置いてある。ここもボロボロの鳥居だれ。なんだこれ。どんどん雪の地帯に向かって突っ込んでいくんだよ俺。鳥居を越えた。一面の雪山がまさか妖怪の森ではないよね。まさか。森妖怪山。なんで森で行ったんだろう今。え、ちょっと待って、これ意図的に。MJよく行ったれ、ここ。どうやってこんな敵を。ああ、もうやめて。怖いよ。削っていく。怖い。ああ、ゾンビ肉、大量に落ちてる。ゾンビの死骸だ。ああ、あららら、おお。俺のライフを削る。後ろを見ない、後ろも見ない。わわわわ、目の前に敵いる。あれ?前が見えない。え、MJ、どこにいる?マジで MJ どこだよ。後ろから追われてる。でも妖精か。妖精だったら、いや、妖精だったらよくないんだ。マジ MJ どっち?え、え、分かれ道なんだけど。あ、うそ。ちょっと、分かれ道。右、左、どっち行った?橋越えて。右だと思う。右ね。信じるよ。もう、妖精だらけだから、ここ、危険なんだ。危険なのか。そうか。危険なのか。はい。危険なのであれば、この案で行こう。なん?ディリリリディリー。よし。これで越えてゆーく。これで越えてゆーく。MJを信じて右側に俺は行ってるよ。つまり川沿いを行ってるってことでしょ、右だったら。待って、どこの方が行ってる?右だったら川沿いなんだけど、橋の。あ、左か?左?ちょっと待って、結構場所がね、もう意味わかんなくなって。ちょっと、会えなくなったわ。川沿いではない。いや、左か。左だな、これは。左側行ったの?くそ、めんどくせえ。あららら。あー、やばい。多すぎるこれ。なんだこれ。危険すぎる。クソ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 クとりあえずここで木を集めておきましょう。ってマジで MJ どこ行った。すごい人だ。シェアしてくれもはや場所がわからん。いや、どんどん進んでるだけ。道は一本しかないよこれ。いや、左と右に分かれて、それは本当に左でいいのね。左今戻ってんだけど。なんだこれ、どんどん進んでるぞ。右に行っちゃったよ。言い直したじゃないか。だから右に行っちゃったんだって。なんだこれ、時間がずれてるの。曲がって行っちゃったの、右って言った瞬間。戻ってくればいいじゃん。ボートでだいぶ進んできたんだよ。あ、そう、川沿いじゃないんで、山どんどん登ってくるよ。どこだよ、そもそも橋。うおー、険しすぎるこれ。このルートは険しすぎる。どんどん下っていくぞ、この山を。登ってきたのに、下りのルートじゃん。滝が見える、俺のとこ。登らせておいて下らせるっていうのか。あれ?川がある。妖怪の山には川がもちろんあるから。どんどん雪のエリアに突っ込んでるぞ、俺。え、幻想郷にこんな一面の雪に世界があるんですか?聞いてないの、俺は。いや、あるでしょ。いや、冬じゃないっていう。おお、なんつうかだ。常に雪のところとかあるわけ。よし、待って。こんな不自然な変わり方だから、常に雪の場所があるっていうことになるんだ。あー、くそ、ダメだ。作業台でお船作りタイム。お前どこに行くつもり?ボートなんかあっても行ける場所ないぞ。だから川を渡っちゃったから、もはや場所がね、どこか分かんなくなっちゃったっていう。一応川の端まで行ってしまったので、橋まで戻りまーす。俺は山を降りたよ、ついに。タラタタンタラタタラタタンタラタタラ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 タタンタタンタタラタタタラタタンタタタタラ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 タタタラタタンタタラタラタ。作業台置いてきた、またしょっちゅういつも。てか毎回だろ。いや、それは多分雪のゾーンってわけじゃないな。多分標高が高いっていうのを多分表しているのではないかと俺は予想した。いや、降りてきて、俺はどんどん山を。ここはもう山の底だ。
聞いたら。え、今ちょっと待って、今どこにいんのマジ。山を降りたんだもん俺は。山を登って降りたんだ。こう山をこう登るルートがあるんだが、山を登って降りてきた。どんどん。じゃあ道間違えたってこと？だからそっちのルートは正しくなかったってこと？山を登ってないから。山を登、いや登ったんだよ。登ったんだけど降りてきたんだよ。うん、もうバカ。ボートバイバイ。道なりに行ってきたんだけども、どんどん降りてここに行ってるの。いやーなんか何？え、あなた雪の女王？え、何これ？まさか外の世界に繋がってるとかそういうことじゃない？痛い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 。もう幻想郷ではないんじゃないか。あ、何これ？石レンガが。待って待って待って。壁がある。待って待って。何あれ？え、何あれ？え、何あれ？てか森屋神社どこ？城があるんですけど。山を下った時点でないよ。城？なんで城があるの？城があるの？やばい、もうここに行くしかない。ちょっと待って。何ここ？幻想郷には城があったの？何ここ？なんかこもってね。音が変。なんか俺もカクカクし始めた急に。